はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、本日使っていく武器はこちらのね H416 になるんですが、皆さん今ね通常区の警告がですねめちゃめちゃ魔強化してるのご存知でしょうか。最近僕ですね裏で通常区のね警告、ゼロトゥーヒーロー金策してるんですけれども、マジでやばいのよ。ご装備うじゃうじゃいるのよ。でそのご装備を狩るために M110 の M62 弾2機とか M14 のね M62 弾2機とかもういっぱいいるんですよね。本当にねかなり美味しいですので、封鎖区に行く必要がですね一切ないんですよ。はい、で結構ね、通常区だからって油断しているんですよ、そういうご装備2機たちも。だから僕が全部借ります。はい、今回はですね、そんなね通常区にはびこる、高級装備2機をぶち56していこうと思って、今回ね最高の H416 を作ってきました。はい、それがこちら、少しだけ手加減したやつってことで、今回こんな感じで作ってきたんですよ。お値段約15万円。はい、なので、手加減したといってももうね H416 はもう高級品ですから、絶対になくせない武器ランキング第1位、基本ステータス垂直88の水平が80、エルゴノミ57で精度が52で、腰ダメ射撃が71で有効射程が100、追加ステータスがサイレン高ってことでね、今回こちらの武器を使って、警告通常区破壊します。はい、ということでね、早速射撃場の方にやってまいりました。まずはノンリコイルブワー、こんな感じ。もう絶対勝つよ本当に。ちょ、ご装備絶対しばくからな。前回動画にもしましたが、T7 とかもいるんですよね。だから本当にね超魔強なの、通常区が。もう封鎖区よりもね、全然美味しい敵がいっぱいいますので、なんなら封鎖区の方がね、まずい。だから、逆転現象がね、起きちゃってるんですよね、なぜか。だからそのね、現象をですね、しっかりと僕がですね、正してあげる。この、警告の番人として、ちょっと今回ね、掃除していこうかなと思います。はい、ただね、一つ懸念点がインポスターの存在。インポスターさ、パーティーで組ませるのやめてくれません？インポスターってなんでパーティーで組めるんだろうね。だってただでさえさ救済処置なのに、さらにパーティーなんて組んだらもうずるじゃん。はい、ということでね、秒速 18cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いします。最近ね、ちょっと滑舌が無事に、全ロスしてしまって、もうねテイク10ぐらい取ってるんですよ、挨拶の時点で。まずい、マジでさ全然言えないんですよね、本当に。言葉が出てこないというか噛んでしまうんですよね。だから結構ね、僕の動画カットが多いんですよ実は。マジでねこのね滑舌を直したい。本当にさ、これトレーニングとかあるのかな、調べてみようかな。絶対これねトレーニングした方がいいと思うんですよ。はい僕のさ動画完成したやつ見てみてもさ、あれこんがりさんそれ動画編集してそんな感じですかって。そうなんです、もう編集しなかったらもう誰も聞き取れませんので、未知の言語を喋っている可能性があるってことで、まずはですね一旦鎮痛剤バックパックタイム。さあとりあえずもう一旦ディスクなんてものは未遂して、敵をですねもうしばきまくります。本当に脇ポジを潰していきましょうか。でちょっとねこれ今左か右かで湧いたんですけど、どっちでしょうかこれは。ちょっと待ってね、今右で湧いたじゃないですか。これ左脇がめちゃめちゃ熱いんだよな。右脇結構寒いんですよ。左で湧いた時がさめちゃめちゃホットなんですよね、本当に。めっちゃ強い装備のやつが左に湧くっていう僕のジンクスがあるんですけど、とりあえずなんか知んないけどね体力が切れてしまいました。怖い、これいるかな、わからんな。ちょっと先打ちお祈りゲーミングだけやめてくれます本当に。ただ今回4バイザーしっかりつけてますし、大体弾いてくれるんじゃないかな。なんかわかんないけどさ、ご装備2機いっぱいいるんだけど、なんだろうな、その弾がねそんな強くないんですよ。3層貫通弾とかでなんか調整してるんですよね。だから4層貫通弾をね詰めてる敵なんてものはほとんどいませんので、これはもう4バイザーをつけてたら勝ち確定演出入っちゃう。これなんかね多分4層貫通弾を通常区で使わなくてもいいだろうっていう判断だと思うんですが、それは甘いぜ。君がやってることを敵がやってこないとは限らないからな。
まあ、これ深淵のカオス理論って言うんですけど、深淵を見ているとき、また深淵もこちら側を見ているっつってな、とりあえずまあ鎮痛で決まってるから、まあ足打ちされても全然痛くも痒くもないし大丈夫だろう。やつらはちょっとスカちゃんかな、なんか今見えましたけれども、まあスカちゃんですので、まあとりあえずどうでもいいと。ちょ、これさ、別荘行かないといけないかもしんない。別荘もね、いるんですよ、やばいやつらが。許せんな本当に。てかさ、足音入ったか、なんか知んないけど足音入ったかも。ちょっと一回さ、ここでね、体力を回復させてあげましょう。これいるかもしんない、この近く。マジでちょっと油断してたらさ、狩られるぞ。ご装備だからといって慢心は良くないな。さあ、あいつらはまあスカブの群れですわ。あれは何なんでしょうか、一体全体。まあインポスターボットってやつか、よくわからないんですが、まあとりあえず無視。まあボットはどうでもいいんですけどね、あの普通にさ、インポスターの3人パーティーがめちゃめちゃもうムカつくっていう、普通に強い。マジで数の暴力でね、狩られるんですよ、コントラクターでね。ゼロトゥーヒーローなんてしてたら、ちょ、マジでさ、嫌なんだよな、ほんと、当たりたくないよな。インポスターはもうマジでね、あの、パーティー組めないようにしていただきたい。じゃないとね、もうマジで強すぎます、やつら。あいつらさ、リスクを負わないくせにさ、めちゃめちゃ強いから腹立つんだよ。もうフルオートで3車線通されたら終わりですからね、さすがに。さすがのご装備も、瞬殺案件。ってことで、ちょっとまあ、行きますが、なんか静かだな。え、なにこれ、俺がご装備で来た時だけさ、なんか敵全員雑魚みたいな感じ。マッチごとにね、装備価値のマックス値が決められてるなんて、そんなことある。で、僕が今回そのさ、価値を上げる役で、他全員なんか雑魚雑魚装備みたいな。それはさすがに許せんな。いないな。で、こんなはずではないんですが、ちょっと静かすぎますね、これさすがに。いや、この静けさちょっと怖いぞ。これ逆に T7 あるかもしんない。来ました、これ T7 レイドです。この静けさ絶対おかしい。ああ始まった始まった、これまずいね。ちょっと油断するとさ、一瞬で抜かれるかもしんない。さすがに T72 機はさ、4層貫通弾詰めてると思うんですよ。だから怖い。ちょっと一旦別荘行きましょうか。まあこのね、等倍でちょっと僕あんまり行きたくないんですけれども、まあしょうがないわ。今回ちょっと中距離でさ、敵しばこうと思ったんですが、なかなかうまいこといきませんな。とりあえず別荘入ってきました。なんかいるかな、なんか変な音聞こえた。こんわ、マジで怖い。マジでやめてくれよ。いるなよ。あ、いるか。これなんだ、足音1枚入ってきやがった。さあ、まあとりあえずちょっとスニークかましながらね、行きましょうか。いや、久しぶりの別荘。これ何、本当にこの足音だあれ。ちょっとよくわかりませんが、これなんかスカブ臭くないんですよ。怖い。これ人臭。うわ、人臭いこれ。はい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 。いましたね、これ人が。これ人ですわ。で、サプレッサーついてるってことは、これ MP5 に来ますよ。うん。これ4装備かもしんない。ワンチャン5層かな。ちょっとめんどくさい。まあ、いるんですよね、ほんと。てか、美味しいんですよね、ほんとに。通常が。マジで通常がうまいからさ、封鎖に行く必要ないんですよ。みんなさ、通常でね、あのゴリゴリパワープレイかましてくるんですが、僕がそのパワープレイを阻止していくんで、ちょ、マジで怖いけど行くしかない。あ、 PPP 選手権行ってんじゃん。待って、これほら、なんか開けてるぞ。ちょ、マジかよ。おい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 、絶対芝子、こっち等倍にしとくわ。は、グレネード投げてきやがった。マジか、こいつ分かってるやつや。いっつぁ、マジですか、めんどくさすぎ。さあ、とりあえず僕はですね、ここでイモリ散らかすこと、山のごとしと思ったら、ここで僕は、あえてこっち側に、このグレネードを投げてあげる。これダメージ入るか。さあ、グレネードで、一旦牽制しましょう。じゃめ。まあ、ゴリゴリパワープレイでさ、いけると思うんだよな。いけないか。行くんだよ。やるんだよ、これ。どこだよ。あ、いた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 、まずい、あっぶね、お前。そんなところまでグレを投げるな、ほんとに。危なすぎ。何これ、一体何をしてんの。ちょ、マジでめんどくさいってほんと、だるすぎる。いやー、どうしよっかな。あいつ絶対4装備だ。これ4装備に期確定案件入っちゃってるわ。ちょ、待って、マジでこっち側から行きたいけど、いや、どう攻めればいいのこれ。確実に上取ってる方が強いじゃん。おい、マジかよ。ちょっと待って、一回ここ走るわ。さあ、こんがり、走れ。
ちょっと俺こっちの上からさ、攻めるわ。じゃあ、攻め方変えよう。いや、マジでずっとイモってやがる。マジか。ちょ、やめましょうよ、もうイモるのは。ここで、オフグレを投げていきましょう。こっち側に。まずはオフグレ投下。これ刺さったんじゃないの？刺さってないか、さすがに。ちょ、待てよ。どこにいるの？やばいやばいやばい。これ刺して、これ刺さってんな。はい、刺さってまーす。はい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 。これもう覗いとくわ。怖い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 。ちょ、待って。キーン言うてる、キーンって。ちょ、いるな。はいはいはい。絶対行くからな。はい、いた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 。待て待て待て。はい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 。はい。オッケー。こういうこと。なめんじゃねえぞ。勝ちました。見てください。M4A1 めちゃめちゃうまいやつ。こういうやつらが多すぎる。これを芝来たかった僕は。対戦ありがとうございました。これ普通に通常区ね。はい。A1 弾うますぎな。ありがとうございます。こういうこと、こういうこと。ちょ、マジかよ。始まりすぎ。見たみんな。これなのよ。ほんとに。これが、今の通常区。えぐいでしょ。えぐいことなっちゃってんのよ、マジで。これおかしいから、ほんと。これなんです。はい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 。じゃあもう没収な、全部。まずいまずいまずい。怖い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 。お前はもう早く沈んどけ。ちょ、これはもう絶対全部取って帰ろう。マジで。はい、勝ちました。対戦ありがとうございました。ちょ、マジでさ、いかつすぎるでしょ。これが、今のですね、メンタルブレイクアウトの通常句なわけですよ。これもうさ、やばい。美味しすぎ。風作行くよりこっちの方が全然いいからね、物資が。これだよ、これ。これを見せたかったんです。いやー、オッケー。じゃあ任務完了したので、僕はですね、もう帰ります。はい。まあ、別荘行けばね、これぐらいの敵は、まあ、うじゃうじゃいますわ。まあ、それプラス、まあ、5層とかもいますわ。本当にね、ありえない。こっからの接敵、本当に勘弁してほしい。マジで。まあ、胴体ワンパン SR の類はね、そんなに確認できてないんですが、普通にね、まあ、RPK16 とか、まあ、M4A1、H416、まあ、その辺のね、やばいやつらいっぱいいますので、マジで気をつけていただきたい。通常だからといってさ、もう今のね、環境稼げないんですよね、本当に。マジで稼ごうと思ったらさ、どうすればいいんだろうね。まあ、わかんない、もう。俺も稼げないもん、マジで。本当にさ、は？あいつはもう普通に、スカちゃんかも、スカちゃんだるいな。やめてくれ、スカちゃんは。本当に勘弁してくれ。とりあえず、俺帰る。俺も知らねえ、本当に。やめろ、マジで。俺はもうさ、美味しいんだわ。まあ、この動画を見るとですね、いやいやいや、こんがりさん、そんなに強いやつと当たる方が難しいですよって言うかもしれないんですが、いや、簡単ですと。別荘に行けば、まずいるし、まあ、普通にね、初動の脇ポジ潰しすれば、まあ、当たりますよ、これぐらいのやつとは。まだね、これね、4装備なだけね。まあ、マシです。はい。5装備の奴らなんて、うじゃうじゃいます。僕ね、もう裏で最近5装備と戦ってるんですよ。この通常区で。ゼロトゥーヒーローで。マジでカオスだから、ほんと。まあ、見せれてよかったわ。まあ、でも今のところですね、まあ、100% いますんで、これぐらいのやつだったら。マジで通常区が魔境化してる。てか、ま、みんなさ、もう金をさ、稼ぎすぎてしまったのかもしんない、本当に。これぐらいの装備だったら、まあ、通常区でも当たり前に使ってしまうっていう、まあ、そのさ、財産の強さ。僕はですね、破産しかけてるからさ、まあ、通常区にね、こんな装備ではいけないんですけれども、もうみんなさ、お金がね、余って余って仕方がないのよ。ワイプがないから、多分。だから、もうこういう不合に来から、まあ、ぶんどるっていう寸法さ。マジで危なかったわ。敵も結構投げ物投げてきてたからさ、普通にね、ただの初心者2機じゃないんですよ、全然。考えてプレイングされてるからね。だから、もう本当にシビア。今の通常区はマジでシビア。でも、しばければめちゃめちゃ美味しいし、ゼロトゥーヒーローでね、しばくことも、まあできると思いますので、まあ皆さんね、諦めずに戦ってください。僕もね、諦めずに戦いたいと思います。ちょっと待って。一回マップ見るわ。あ、そっちが出口だよね。まだなんか僕視点、出口の煙が見えないんですが、よかった。間違えてなかったわ。ってことでね、まあ今回1枚芝居ての、まあ、GG レイドなんですが、まあとりあえずタウリンドリンクファイナルシーズン決めておいて、もうさっさと帰りましょう。マジでやめて。
期間狩りだけは本当にやめて、まあ今のところ期間狩りにあったことはないから、まあ多分大丈夫でしょう。まあ統計学的にね、まあしっかりとまあ確率論を用いて、まああの考察しながら帰っていきましょうか。こういうこと。いやマジで気持ちいいわ。完全に成敗。よーぽん。いやこれで赤アイテムとか持ってたらね、めちゃめちゃ美味しかったんですが、まあせっかくさ、開いてくれたのにね。え、てかワンチャンさ、漁ってない可能性あるか。これ電子金庫。いや、漁ってるよな。いや、漁ってない可能性あるよな。これまずい。まあ、いっか。はい、ということでですね、本日の最終結果はこっちね。20万円。バカか。あの、僕さ、今日ね、封鎖区で、まあ、あの、帰還できた動画があるんですけど、それが、一人倒して7万円。通常区では、なんと一人倒して20万円。バカか。いや、マジで逆転現象起きちゃってるんですよ。これが、今のメンタルブレイクアウトな、これガチで。はい。ということで、まあ、皆さんですね、いや、本当に気をつけてください。こんな敵ばっかり。マジで、でも通常区が美味しいおかげで、なんかそのインポスターとかさ、あの、ゼロトゥーヒーローとかやってもね、ワンチャンあるんですよ。うん。僕はね、この環境別に悪いとは思ってません。まあ、皆さんもね、ぜひ通常区でうまうましてみてください。以上、こんがりでした。じゃな、じじー。